宮本武蔵。第1話、地の巻鈴。昔、日本に侍がいた頃、宮本武蔵という男がいた。宮本武蔵は日本の歴史上で最も強いと言われた侍だった。1598年8月18日、当時日本を支配していた豊臣秀吉が62歳で死んだ。その後、豊臣家のリーダーの石田が東国の実力者である徳川と激しく権力争いを続けていた。そして1600年10月21日の明け方、ついに両方の勢力が現在の岐阜県関ヶ原地方で戦いを始めた。最初、戦いは石田軍が有利だった。しかし、たくさんの味方の裏切りが続いたために、石田軍は徳川軍に負けてしまった。その戦いに一人の若者が参加していた。彼は竹蔵という名前であった。彼は後の宮本武蔵である。竹蔵は備前地方で生まれた。竹蔵はこの大きな戦いが始まると聞いたとき、大きなチャンスだと思った。村で百姓のような生活をしていた竹蔵が侍になれる大きなチャンスだった。竹蔵は少年時代の友人の又を戦いに一緒に参加しようと誘った。又は戦いに参加することに同意した。しかし、石田軍は負けてしまった。味方の司令官の一人が裏切って、徳川軍の味方についたために負けてしまったのだ。竹蔵もその戦いで殺されそうになった。彼は戦いで何が起こったのかを思い出すことができなかった。彼は長い時間気を失っていた。そして彼は夜になってから目が覚めた。彼が周りを見たとき、あちこちに侍たちの死体が横たわっていた。竹蔵は遠くで彼の名前を呼ぶ声を聞いた。それはまたの声だった。彼らは徳川軍の追っ手に見つからないように、夜中真っ暗になってから谷に向かって逃げた。そして彼らは一人の少女がそこから逃げるのに気がついた。
彼らは逃げていく少女を追いかけて走った。そして彼らは一軒の民家があるのを見た。竹蔵とマタは入り口の扉を叩いて扉を開けてほしいと頼んだ。そして竹蔵はその少女が話すのを聞いた。その少女は、あなた方は関ヶ原の戦いで負けた兵士でしょう？戦いで負けた兵士を助けると私たちが罰せられます。と言った。竹蔵は彼女がまたに薬をくれたら彼らはここから立ち去ると言った。しばらくして少女の母親が彼らを家の中に入れてくれた。そして彼らはしばらくの間この家に宿泊した。その少女は明美という名前だった。明美は親切な少女だった。彼女は薬や食事を毎日彼らに持ってきてくれた。竹蔵は先日の晩、少女が戦場を一人で歩いていた理由を尋ねた。戦場にはたくさんの死体があったのだ。しかし彼女はその質問には答えなかった。そして彼女は少し怒って走り去った。